チャージングブルはニューヨーク市マンハッタンのウォール街近くのボーリンググリーンにある巨大なお牛の銅像である。ウォールストリートブル、またはボーリンググリーンブルと呼ばれることもある。後ろからこの銅像は EN ・アルトロディ・モーディカによって制作されたもので、重さは 3200kg、高さは11フィートで、長さは16フィートである。ブルは金融用語で ブルーマーケットの象徴であり、この荒々しくエネルギッシュなブルの銅像は株式市場のエネルギー、力、不確かさを表している。体をひねり頭を下げ後ろ足に力をため今にもチャージをするような体制をとっており、表面のメタリックな質感はその竹だけしさを強調している。この突き上げるようなブルの体勢には株価を上昇させるという願望も込められている。 また見学者は、この彫刻に自由に近づくことができ、このことはこのビルの動きは何者からも制限を受けないことを意味している。この彫刻は、ウォール街及び金融街のシンボルから引いては、ニューヨークの新たな名所となり、観光スポットとして、毎日数千人の人が訪れている。制作者の D. モーディカは、ニューヨークデイリーニュースの1998年のインタビューで、 このブルは5つあるバージョンのうちの1つであり、他のバージョンのブルも世界のどこかに設置されることを望んでいると語った。2010年にはより若くて強い上海湾、チャージングブル、バンドブルが設置され、2012年にはアムステルダムのヘッドビューデスプラインにも別のバージョンが設置された。上海湾、チャージングブル、バンドブルディモディカは 制作に36万ドルをかけており、1987年の株式大暴落いわゆるブラックマンデーを受けてアメリカのパワーの象徴を意味して作られた。このアイデアは制作者個人のものであり、ゲリラアートとして1989年12月15日にローアーマンハッタンのニューヨーク証券取引所の向かいのブロードストリートの中央にある60フィートの クリスマスツリーの下に突然設置された。これは、ニューヨークの人々へのクリスマスプレゼントと銘打たれ、デーモーリカはこの日この作品を説明したチラシを、ツリーの元に集まってくる群衆に配布し、多くの人々の賞賛と注目を受けた。警察はこの銅像を押収しこの銅像は、放置されたが、人々の激しい抗議により、ニューヨーク市公園、保養局はこの銅像を、 証券取引所から2ブロック南のボーリンググリーンの広場に正式に設置することを決めた。この場所はブロードウェイに面している。2017年、チャージングブルに相対する位置に恐れを知らない少女像が1週間の期限限定で設置された。この像は働く女性の地位向上をアピールするものであったが非常に好評であったため2018年3月まで。 設置期限は延長された。ただしディモディカの代理人らは、少女像が設置されたことにより大シ像に込めた当初のメッセージが失われ、負の力や脅威の象徴として歪められたとして批判を行っている。ありがとうございます。